森林、森林は、広範囲にわたって樹木が密集している場所である。集団としての樹木だけでなく、そこに存在する、それ以外の生物及び土壌を含めた相対を指す。樹木が密生している、植物群落を樹林という。高木からなる樹林を、森林、高木林、低木からなるものを、低木林という。森林、高木林のうち、比較的小規模。 低密度のものを、林、そうでないものを、森、森、森とも呼ぶが、明確な区別はない。なお、日本語の、林は、林を語源とし、森は、森と、同語源であるという。日本の農林水産省は、人工的なもの、人工林を、林、自然にできたもの、自然林を森と定めているのは語源に沿ったものと言える。なお、林業分野ではむしろ人工林を指して、 森林ということが多い。また、これも、科学的な用語ではないが、木の比較的まばらなものを、ソリン、密集したものを密林という。広域にわたって樹木が繁茂し、高所から見ると、海のように見える大きな森林を樹海という。国際連合食料農業機関、FAO は、森林を、樹冠投影面積が10%以上であり、0.5ヘクタール以上の広さがあり、 成り木となると5メートル以上となる樹種の樹林であり、農地と森林以外の目的に使用されていない土地と定義している。ただしこの定義の場合、低木林は森林に含まれないこととなる。木が並んで生えていても、それを森とは言わない。見かけ上、木が並んでいるのが見えず、木の葉が一面に並んでいるのが見えるのが森である。これは定義としては成立しがたいが、ある意味で、 森の性質を示している。森では、外見上、多数の木が一つのまとまりを呈する。外から見えるのは、木の葉ばかりである。つまり、表面に木の葉の層ができるので、森の中は暗くなる。したがって、枝葉は森の中では少なくなる。そして、枝葉の層で包まれることによって、森の中は、森の外とは異なった、微気候の場となる。おおよそ、 最高気温は低く、最低気温は高く、湿度は一定の範囲内に保持された穏やかな条件を維持する。森林は一定の構造を持っている。それを構成する種素性、構造などに関する研究は森林生態学が担当する。森林の構成の基本は植物にあると言ってよい。 森林を植物が構成するものと見た場合、この植物群落の構成を植生と呼ぶが、それを研究するのは、植物の群衆生態学、いわゆる植物社会学、あるいは植生学である。森林は、それぞれの地域、環境によって、一定の形を持つ繊維によって形成され、それなりのいくつかの類型に分けられる。それによって種組成もある程度の決まった組み合わせとなる。 森林の途切れるところを外から見ると高い木の側面は見えず、低木やつる草の層によって森の中が見えなくなっているのが普通である。また、その根本には草が生えている範囲がある。前者をマント群落、後者を袖群落と呼ぶ。これらは森への風の出入りを防ぎ、森林の内部を保護するように働いている。森林には、その方や発達程度にもよるが、 ある程度の似通った構造がある。これを階層構造という。森林を外から見た時に目につくのは一番高いところの枝葉の折り重なった層である。この層は森林で最も多くの同化組織が集中する場であり、林間と呼ばれる。この層を作る木をまとめて高木層と呼ぶ。高木層の少し下にはその高さに達しない木が作る層があり、これをあたか木層という。 この層の木は、高木層に、秋ができた時に、そこを埋めるように待機しているものを含む、本州中南部の平地に見られる、商用樹林では、高木層は25メートル程度、あたか木層は15メートル程度。その下の数メートル程度の高さには、低木層があり、高木の苗の他に、背が高くならない木が出現する。さらにその下には、植物などがあり、 双本層として区別する。さらに、地表に這うようにして存在するものを、こけそうという。なお、森林の地表面を臨床という。臨床に生える植物は、森林に独特のものもあるが、その森の林間を構成する樹木の苗が出るのが、普通である。これがない場合、その森林の樹木構成は、次第に変化するものと考えられる。 日本の商用樹林の場合、以上のように5層くらいを区別するのが普通であるが、森林の方によっては、さらにそれ以下、あるいはそれ以上を区別する。東南アジアの熱帯雨林では、高木層は50メートルにも達し、さらにそれを超えて伸びる超高木層の木が点々と現れる。また、鶴植物や樹木の上に根を生やしてくっついている着生植物は、 亜熱帯や熱帯に近いほどよく出現し、熱帯林では地表の植物をしのぐほどとなる。森林は単独の樹種のみで形成されることはごく少ない。一般に南北の寒冷な地域では構成樹種が少ないが、一般には複数の樹木から森林は構成される。ほぼ一種の樹木しか見られない場合や、中の一種の実が極めて多い場合もあり、そのような森は、 純林と言われる。植生調査はこれらの森林の特徴をもとに行われる。一般にはまず層の構造を見つけ、それぞれの層ごとに構成樹種やその数被っている程度などを記録する。森林には様々な動物が住み、その種類数は草原など他の植物群落の形態よりはるかに多いのが普通である。 地上生の動物のあらゆる型のものが木々の枝の間から土壌に至る空間に生息する。大型動物の場合、森林の内部は樹木の枝や幹、下培などがあって、見通しがきかず、また隠れるところが多いから、よほど大きな動物でも姿を隠す場所があり、ほとんどの動物は隠れながら行動する。そのため草原のような大きな群れを作るものは少ない。 森林の土壌は樹木の落葉を集めて熱帯以外の地域では厚い層をなす。ここには落ち葉を分解する菌類や細菌とともに、それらを分解する働きを担う者、それらを組む者など様々な土壌動物が生息し、それらはまとめて分解者と呼ばれる。また、最近では林間部に生息する動物症にも関心が持たれている。 特に、熱帯雨林の木の絵には、地上から離れたところで豊かな動物章があり、様々な動物が活動していることが知られるように言ってきた。森林に水源を寛容する機能が存在することは、よく知られている。これは、雨水が、樹幹や森林下部の下草や、落ち葉などに滞留し、その後土壌へと浸透し地下水を形成したり、直接地表水として河川に流するため、 河川の流量をある程度一定に保つためである。こうした機能に着目し、特に河川の源流部において水源林として森林が保全、整備されることがある。この考えを推し進め、緑のダムと呼ばれる大規模な水源関葉林によって地水の一端を担わせる構想があるが、森林は湧水を遮るものではないので豪雨などには対応できない欠点がある。また、 森林の浸透能は自然林、人工林ともに大きな差は見られないものの人間が適切な管理を怠った人工林においては土壌が荒廃し浸透能が大幅に落ちるとされる。また森林は降雨を貯蔵する機能だけでなく葉の上に落ちた降雨を蒸発によって再び空気に戻したり葉からの蒸散によって再び大気中に水分を戻すなど 高雨を地上に落ちるのを遮断する役割も持っている。特に樹木の生命活動による蒸散の量は大きく、ラッチよりも蒸散の量が大きいために森林がある場合は地面に流れ込む、送水量はラッチよりもロ少なくなる。森林の水源管用機能とは、あくまでも水量の平準化の機能のことである。このため、乾燥地においては森林を伐採して蒸発量を抑え、 雨をすべてダムに溜め込むことが行われる子がある。森林は人類にとって非常に有用な空間である。その利用は安定した自然環境という間接的な利用と資源産出地としての直接的な利用とに対別される。森林を扱うための学問分野は林学と呼ばれる。資源産出地として森林は非常に重要である。 森林において樹木を伐採することを産業的には林業と呼び古来より重要な産業の一つとなっている森林で得られる資源で最も重要なものは木材である木材の利用は建材や紙パルプをはじめとする工業製品の原料にするための溶剤と木そのものを燃料として燃やす新炭材としての利用の二種に大きく分かれるかつては 新炭材としての利用は全世界で普遍的に行われており、森林は最も重要なエネルギー供給源であったが、化石燃料の使用と電力の普及によって特に先進諸国においてこの利用は急速に廃れ、一部において限定的に使用されるに過ぎない。21世紀において未だ新炭材としての利用が多いのは熱帯を中心とする発展途上国である。これは 電力の普及の遅れによって、新炭を燃料とせざるを得ないためである。しかし近年の急速な人口爆発によって、新炭用の需要が急増し、森林破壊の原因の一つとなっている。工業用材の需要も多く、現代においても製材業、木材工業、製紙業といった木材を原料とする工業の多くは、原料供給地たる森林地帯、 またはそこからほど近い港湾都市などに工場を建設し、生産を、うことが多い。こうした溶剤の搬出は、古くは河川を利用したイカダ流しが多く用いられ、19世紀以降は、搬出用の小規模な森林鉄道が各地に付設されることで、より奥地までの開発が可能になったが、20世紀後半に入ると森林鉄道は全廃され、代わりに、 さらに奥地まで自動車の走行可能な林道が整備されることにより、大型トラックによる搬出が主流となった。また、木材生産を目的としては最後に、再び植林が行われ人工林が育成されることは珍しくなく、特に先進国においては一般的に行われている。日本においては、特に第二次世界大戦後に木材生産を目的として、 大規模な単一樹種の植林が行われたが、輸入材の増大と国内林業の不振によって、除草や干ばつ、除伐などの十分な手入れの行われていない人工林も多い。熱帯林は樹種が多種多様であるため用材としての利用は遅れ、商業的な林業は黒炭やタン、チーク、ラワン、マホガニーといった後期の高級材を、 選抜的に伐採するものに限られ、診断剤としての利用が主であったが、近年では、霊体や温帯における森林資源の減少によって、熱帯林の溶剤としての利用も増加しつつある。これに対し、市場に近い温帯林は、最も早く開発が進み、植林によって森林資源を再生させた人工林も大きな割合を占める。霊体林は、 冷涼な気候の関係で生育できる樹種が少なく、樹種が揃っている傾向があって、伐採や輸送が容易である上に難期が多く、工業原料に使用しやすいため、大規模な林業開発がしやすく、溶剤としての利用が大半を占める。近代化以前は、森林の産業における役割は、現代よりさらに大きかった。製鉄業やガラス工業、製塩業といった、 燃料を大量に消費する産業は必ず燃料、供給地である大森林地帯に立地していた。炭の生産は日本においてもヨーロッパにおいても森林における最大の産業であり、灰の生産も地域によっては重要な産業となっていた。さらに、様々な木材製品、特に船舶用の木材は他に、替えのきかない素材であり、造船用の木材の確保は、 初期の森林保護政策の重要な目的の一つだった。16世紀以降、ヨーロッパでは産業の発展に伴い木材不足が深刻化し、これが森林保護や植林の発展をもたらした。また18世紀のイギリスにおいては不足する木材に代わり徐々に石炭が燃料に用いられるようになった。木材の他にも森林から取れる林産品は多岐にわたる。 キノコや山菜、果物といった植物食料の採集や森に生きる動物を狩猟によって獲得するなど、食料供給源としての役割も小さなものではないが、単一的な食料生産地域として整備された、いわゆる田や畑に比べると、食料生産効率は落ち、このため農業地域においては森林を伐採して開墾し、 シンクタ旗を開くことが古くから行われており、特に農業地域において森林の面積は狭まる傾向にある。こうした地域においては、平地の森林は希少なものとなり、森林の多くは山岳や丘陵といった農業に不適な地域にのみ、広がっていることが多い。ただし、熱帯地方においては荒廃した土地に樹木を植栽し、その陰で食用植物などを栽培するコンウェルが、 行われるとがある。こうした、根切り松マの方が最も用いられているものとしては、カカオがある。カカオはインジュであり、空間地にそのまま植栽してもうまく育たないため、まず空間地に、バナナとヤムイモ、またはキャッサバを植え、急速に成長するバナナによって、日陰を作り、ヤムイモやキャッサバによって、地面の被覆を行い、その上でカカオを植栽することで成長しやすくさせる。 10年ほど経過してカカオの木が十分大きくなるとバナナを伐採しカカオ農園が完成するというこの農法は20世紀前半においてガーナでく用いられ同国が世界最大のカカオ生産国となる原動力となったこうした樹木との根切松農法はアグロフォレストリーと呼ばれ自然破壊を軽減する農法として注目されているまた森林内の下草や 落ち葉なども近代化以前の社会においては、肥料として重要なものであり、会話として家畜を養うための資料ともなった。こうしたことから、近代以前において農村と森林は不可分の関係を持っていることが多く、日本の里山などのように農村の人間活動の影響下で生態系が構築された森林も存在する。 環境面での役割としては、蒸気の通り水源を寛容する役割のほか、土壌侵食の防止も含まれる。森林の土壌侵食防止能力は非常に高く、また張り巡らされた根は山崩れなどの防止にも効果を期する。また、森林は光合成によって二酸化炭素を吸収し、酸素を放出する。この量は莫大なもので、地球環境の安定化に、森林は 大きな役割を果たしている。20世紀後半以降、各地で森林の伐採が進み、特にアマゾン熱帯雨林をはじめとする熱帯林が急速に破壊されているが、この森林の減少は二酸化炭素の吸収量を減らし、地球温暖化を招く大きな原因の一つと考えられている。こうした生産地や環境保全の役割のほかに、 森林浴など人間が癒しを求めて森林へと向かうこともある。その美しさから観光地となっている森林もあり、中でも薬島や白神山地などの世界遺産に指定されている自然林は多くの観光客を集めている。また森林を伐採する他に蒸気の木材としての利用や土壌流出の防止など治水機能に着目して人間により拉致に樹木が植えられ、 植林、新しく森林を育成することも広く行われている。中でも森林によって風を防ぐ、いわゆる防風林は海岸沿いや農園地帯などに広く育成されている。日本では各地の海岸沿いに防風林が広く見られ、また北海道東部の根泉大地では人工的に育成され、正方形に区画された大規模な防風林が広がっている。 農村部において、家屋の周辺に樹木を巡らし風の害を避けることも多く、こうした森を屋敷林と呼ぶ。また、森林が文化的に生成を帯びることもあり、日本においては特に神社の境内の森林は、伐採されずそのまま残されることが普通であり、こうした森林は、陳樹の森と呼ばれて長く保護の対象とされ、日本の重要な文化的景観の一つとなっている。 自然環境の維持などを目的として、各国において森林の保護が行われている。日本においては、国有林のうち特に保護すべき森林が保護林に指定されている。保護林の種類としては、森林生態系保護地域、森林生物遺伝子源保存林、材木遺伝子源保存林、植物群落保護林、特定動物生息地保護林、特定地理等保護林、強度の森が存在する。 またこのほか、ある特定の公共の目的のためにその地域の森林を保全する保安林も存在する。保安林の内訳としては、洪水の防止や水源の確保を目的とする水源管用保安林、土壌流出を防止するための土砂流出防備保安林、さらに不安定性が高く土砂崩壊の危険性がある地域においての土砂崩壊防備保安林、 海岸等において飛来する砂を防ぐための飛砂防備。保安林。風を防ぎのうちなどを保護するための風害防備。保安林。洪水地において水の勢いを緩和する。水害防備保安林。高潮や波による沿岸などを防ぐための町外防備。保安林。用水路の水源を保護し灌漑を防ぐための灌漑防備保安林。鉄道や道路などを雪から守り交通を。 円滑化するための防雪保安林。霧を防ぐ、防務保安林。雪肥を防いだり、雪崩の勢いを削ぐための雪崩防、保安林。落石防止用の落石防止保安林。都市部において、火災の炎症を防ぐための防火保安林。魚の繁殖を助けるため海岸林や島しょ部の森林を指定する魚付き保安林。航海の目印となっている、航行目標保安林。園外や、 汚染空気からの隔壁、及び国民の健康向上を目的とする保健保安林、そして美しい風景を守るための風致保安林がある。その土地における森林の分布は、主に気候、特に降水量と気温によって変化する。このほか森林においては、土壌も重要な要素となるが、土壌そのものが気候の影響を強く受けるため、気候に比べれば、 森林に対する影響は二義的なものとなる。また気候を区分する際に、森林は重要な指標となっており、気候区分の中でも非常によく使用される。欠片の気候区分においては気候を置ず森林の生育できる気候、樹林気候と生育できない気候、無樹林気候に分類し、無樹林気候から乾燥度で乾燥帯温度で寒帯を区分し、樹林気候は気温によって熱帯、 温帯、冷帯、亜寒帯の三つに分類する。ただし、乾燥帯においては、外来河川やオアシスなど、降雨によらず水分が供給される地域においては、森林は生育シュール。熱帯の赤道付近など特に降水量の多い地域には、熱帯雨林、熱帯降雨林、熱帯タウリン、ジャングルが広がっている。中でも南アメリカ大陸のアマゾン川流域に、 広がるアマゾン熱帯雨林、ルバとも呼ばれるは、世界最大の熱帯雨林として知られる。熱帯雨林は主に上緑紅葉樹林によって占められる。熱帯雨林は、気温が高く物質生産が盛んであるが、分解者が多くたうであるため土壌中に養分が残らず、有機物のほとんどが植物体に蓄えられていることが特徴であり、このため一度伐採した場合再生は、 非常に時間のかかるものとなる。ただし物質生産が盛んであるため、森林量は世界で最も大きい樹林となっている。熱帯雨林より、降水量の少ない地域は、うっきにのみ葉を茂らせる熱帯雨緑林が広がり、さらにそれより、降雨の少ない地域は、サバンナと呼ばれ草原が優越するが、樹木も生育できるためソリンが広がる地域も多い。 熱帯雨林地区より、やや気温が低く降水量が少ないタウ地域においては、亜熱帯タウ林が広がる。温帯においては、その中でも温暖な地域において、東、アジアを中心に広がる、昭葉樹林と、地中海を中心に、柿気勝負地域に広がる、紅葉樹林という二つの常緑紅葉樹林体が存在する。紅葉樹林はその名の通り、 下器の乾燥に対応するために葉が小さく硬い木菓子となっているのが特徴である。醤葉樹林も同様に葉の表面の口倉層が発達しているため葉の照りが強いことがこの名がついている。温帯の中でも気温の低い地域となると上緑紅葉樹林と落葉紅葉樹林が混ざり合う温帯根交林が広がるようになり、さらに気温の低い地域においては 常緑紅葉樹林は姿を焦て、落葉紅葉樹林帯が広がるようになる。落葉紅葉樹林は温暖な夏にのみ葉を茂らせるため、火緑林とも呼ばれる。また、温帯の中でも、特に雨の多い地域に広がる森林は、温帯雨林と呼ばれる。霊体に入ると、やや温暖な地域においては、新葉樹と紅葉樹の混交する、新興混交林地帯となり、 寒冷な地域においては、新葉樹林が広がるようになる。こうした霊体の新葉樹林体は、大河と呼ばれ、一つの樹種により、森林が形成されることが多いのが特徴である。新葉樹林の多くは常緑であるが、一部に落葉する、落葉新葉樹林も存在する。またこうした気候とは別に、標高が上昇するにつれて気温が低下するため、高山地帯においては、 低地の森林よりも寒冷地に広がる森林が生育することとなる。鉱山及び寒帯においては樹木の生育しなくなる地点が存在し、これを森林限界と呼ぶ。人間の手の全く入っていない森林は原始林または原生林と呼ばれ、地味の及ばない状況においての本来の森林の状況に最も近いものとなっている。自然に成立した森林は、 天然林、または自然林と呼ばれる。天然林には原生林のほか、人間が伐採をした後全く手が加わらず、自然のままに再生した天然生林なども含まれる。森林伐採後、植林などを行わず放置して残存する種子から、再び森林が再生するのを待つ方法を、天然更新、同じく根株を放置して、そこから新たな芽が出ることを待つ方法を、 法が更新と呼び、樹種や自然条件によっては植林の代わりにこうした方法をとって森林再生を待つこともある。また、天然林は必ずしも人間の手が入っていないわけではないものも多い。天然林といえど、例えば人間がある程度の伐採をしたり、狩猟や採集などで圧力を加えたことで、本来の生態系から離れた新しい均衡が保たれているものも多い。 例えば里山などはほぼ天然林であるが、肥料にするための下草の採集や、診断用としての木材の利用などが定期的に行われ、人間の圧力のもとで新たな均衡が保たれていた。これに対し、木材の生産や地産などの目的で人間が植林を行い成立した森は人工林と呼ばれる。特に木材生産用の人工林においては単一の、 樹種が一斉に植えられていることが多く、天然林に比べ生物多様性が少なくなりがちである。また、人工林は人間が目的を持って植えた森林であるため、その目的を従前に果たさせるためには定期的な人間の手入れが必須である。上記の原生林は一時林とも呼ばれるが、これに対し伐採や山火事などで本来の植生が失われた後、自然に または人工的に再生した森林のことを虹林と呼ぶ。虹林は自然状態の場合、まず新たにできたら地に苔類が侵入し、ついで草原が成立した後、樹木が侵入して森林の形成が始まる。まず最初に生育する樹木は、生育に多くの光を必要とするため日当たりの良いところを好む幼樹である。幼樹は、 そう本当に首相をめぐって争うもののの高い樹木が、やがて勝利し、まず幼樹の低木林が形成される。低木林がまず形成されるのは、高木より低木の方が成長が早いためである。しかし低木林においては未だに臨床に、多くの日光が差し込むため幼樹も生育でき、やがて高木が低木を押しのけて成長して、幼樹林はできる。 しかし、幼児の高木林が一旦成立すると臨床には、あまり光が届かなくなるため、生育に、多くの光を必要としない陰樹が臨床にて、生育るようになり、幼児と陰樹の根性林が成立する。この場合、光の届かない臨床ではもはや幼児が生育しない、ため、新たに生育する木は陰樹のみとなる。そして幼児が寿命を迎え越しすると、 未だに生育を続けるインジュのみの森林が成立するというプロセスをたどる。これを繊維と呼ぶ。また、繊維が最終段階に到達した森林を極層林と呼ぶ。ただし極層林はそのまま普遍であるわけではなく、樹木の古死や東伏などによって更新される。東伏などによってできた空き地では、日当たりが良くなるため、再び幼樹が生育し、以後蒸気のプロセスをたどる。この場合、 倒木を石としてその上に新たな木が生育する、いわゆる倒木更新が起きることもある。こうして、極層林は断続的に更新されてゆく。農地の開墾や焼き渡農業、人類の活動による山火事、新炭用や産業利用などによる森林の過剰伐採や破壊は、有志以来多くの文明で起こっていた。 しかし地球上の森林の減少速度が加速したのは産業革命の本格化した19世紀中盤以降である。20世紀中盤には産業化の進んだ北アメリカやヨーロッパなどにおいては森林破壊が一段落したのにし、特に20世紀後半以降アジアやアフリカ、中央アメリカ、南アメリカに広がる熱帯雨林地域を中心に森林破壊が急速に進行するようになった。 こうした熱帯雨林の急速な減少の主因となっているのは無秩序な農地開発と診炭用の森林伐採である。熱帯諸国の人口増加により農地への人口圧が増し増えた人口をまかなうために熱帯雨林が積極的に開墾され始めたため森林破壊が拡大した。こうした開墾はしばしば焼き畑農業などの非常に伝統的な方法で行われたが 従来の焼き畑農業が農地としての利用が終わった後森林が再生し自力が完全に回復するまでの十分な時間的余裕を持って運用されていたのに対し二十世紀後半以降は人口増加による未開根地の減少によってこのサイクルが崩れ自力が回復していない土地も焼き畑を造成したため熱帯雨林の後輩を招くことになったこうした個々の農民による破壊のかに 大規模な農業開発による破壊も進行中である。この大規模開発による減少が特に甚々しいのは世界最大の熱帯樹林であるアマゾン熱帯雨林であり、特に牛肉を生産するための放牧地の造成や大豆栽培用の農地開発によって森林破壊が進行している。熱帯諸国における人口急増は農地の過剰開発のほか、 新炭材の利用急増という形でも森林にダメージを与えた。こうした諸国においては、電力やガスといった他のエネルギー源が供給されることがなく、木質燃料がほぼ唯一の燃料となっているため、人口増加はそのまま新炭材の利用急増に直結し、森林破壊の一因となった。このほか、主に先進諸国への木材輸出のための伐採や山火事も、 森林破壊の大きな要因の一つとなっている。2010年の世界の森林面積は40億3000万ヘクタールであるが、上級要因のため世界の森林は相対として減少傾向にある。2000年から2010年までの増加、減少を通算した平均では520万ヘクタールの森林が年減少している計算になる。ただし、 1990年から2000年の平均830万ヘクタールに比べれば減少幅は大幅に縮小しており増加分を組み入れない純粋な伐採面積も縮小傾向にあることから相対としては森林破壊はやや歯止めがかかった状態となっている一方で大規模伐採は未だ継続しており特に新炭小規模農地開発による減少が著しいアフリカと アマゾンの大規模農地開発の進む南、アメリカにおいて減少が大きい。これに対し、大規模開発の一段落した地域では、大規模開発の抑制や、新規の植林の進展、工作放棄地における自然林の復活などによって、森林の原因上に歯止めがかかっており、北、アメリカでは森林量はほぼ横ばい、ヨーロッパでは増加傾向にある。アジアにおいては、 東南アジアにおいて森林減少が進む中、日本はほぼ横ばい、中国は大規模な植林の推進によって森林量は増加しており、全体としては森林は大幅に増加している。各国の森林面積の割合は森林率、森林被覆率という数字で表される。全世界の森林率は31%である。この数字は 樹木が生育しやすい気候で農地開発が気候や地形などで制約を受けた国家、すなわち冷帯や熱帯雨林地帯の各国やタウ地域で山岳部を多く抱える国家において高くなる傾向がある。特に樹木の生育しやすい森林大国といわれるカナダでは森林率は国土の45.3%である。日本も森林が国土の68.9%を占め、 森林大国と言われる。兵器は主な別称。樹林には林ともいうものもある。各地の森林については森林の一覧を参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。